that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. Loving this to potion. ボンジュガトゥースということでですね、ニンジン3回目ですね、お疲れ様でした。今回で最終回ですね。まあ、玉ねぎよりは、割と短く、情報量も、まあ、少なかったのかなと思います。まあ、玉ねぎがね、とにかく、情報量多かったので、まあ、ニンジンはこんな感じで。今回の目次ですね、は、味わい。保存方法、効能薬効への期待ですね、それから食べ合わせ、特筆すべき成分で、いつも通り結論とポイントですね。ということで早速結論とポイントですね、薬効効能へのですね期待がですね非常に高い食材、これが人参ということですね。で2つ目、前回も話したようにですね、油脂分とですね一緒に調理したり、食べたり摂取すると非常に効果がいい、効率が良くて、体にいいということですね。で、3つ目、カリウムっていう成分とですね、ベータカロテンっていう成分が非常に、重要になってくるということで、今回本当に、カロテンっていう言葉がたくさん出てきます。非常に体にいいです。注目してみてください。やっぱりこういう、情報をですね、知ってるだけでですね、いつも言うようにプラシーボ効果が期待できたりとか、情報があるとないとではですね、やっぱり食事してる時のですね、その、体に及ぼす影響っていうのは多少やっぱり変わってくるのかなと思うので、やっぱりこういう情報、重要だと思うので、ちょっと聞いてみて、いただけたらなと思ってます。ということで、味わいですね、最近の人参ってあります。もう最近の若いやつらみたいな、言う人いますけども、まあ、この場合、最近の人参はって話で、まあ、最近って言ってもですね、昔すぎるとですね、非常にワイルドな話になってくるので、60年代の、ぐらいから、ちょっと、比べてみるとという話をしてみたいと思います。60年代、70年代、80年代、90年代と、まあ、2000年に入ってくるわけですけど、本当にだんだんとですね、独特の香りっていうのが、弱まってきて、甘みがかなり増えてます。で、カロテン量、早速出てきましたけど、このカロテン量っていうのは非常に、高くなっています。でもその分ですね、これなんでかっていうと、まあ、独特の香り苦手な方が多かった、多い、未だに多いっていうのもあるので、これは減らそうと。で、食べやすいように甘くしようと。で、健康にいいためにカロテン量を増やそうというように、前回の話にちらっと話したんですけども、品種改良っていうのを非常に、まあまあ、ポジティブにですね、してる、食材の一つですということなので、まあ、ちょっとしたデメリットとしてはですね、その他のですね、栄養成分っていうのが若干減少傾向にあるということですね。本当に昔のですね、ソバージュ、ワイルドな、人参とか、昔の明治時代とかの人参、育て始めた人参ですね、に比べるとやっぱり、バランスはちょっと偏ってるんですけど、その分、食べやすくカロテン量が多いということですね。はい。で、保存方法ですね、非常にですね、湿気に弱いです。なので、湿気のないところがいいです。湿気があるとですね、ちょっと腐りやすいです。で、乾燥した地域とか、時期によってはですね、通気のいいですね、ところに置いておく、常温保存が一番いいと思います。乾燥している地域だったりとか、季節だったとしても通気性の、悪い場所に置いてしまうとすぐ、カビたり黒くなってしまうので、まあ、良くないです。とにかく、涼しくて乾燥しているところ、通気性がいいところがいいっていうことですね。で、冷凍もできますというのはですね、使いやすい、サイズに切って、固めにちょっと茹でます。完全にですね、いつも食べるように茹でてしまうと、その後解凍して、再び加熱調理した時に、崩れやすくなってしまうので、ちょっと固めに、火を通しておきますと。で、しっかりですね、水気を切ってから、冷凍するということですね。はい。で、効果効能への期待ってあります。これですね、薬用にするのは主に、根の部分。まあ、薬用っていうのは、要は漢方とかそういう、話ですね、薬とか、にする場合は、葉っぱとか茎っていうのもかなり栄養はあるんですけれども、主にやっぱ根っこの部分、オレンジ色だったり黄色だったりする、普段僕らが食べるですね、肉質の、多い部分っていうのを薬用にします。二つ目ですね、消化不良、下痢、咳にですね、薬効があると、まあ、期待できますよってことですね。で、1日の人参の摂取量の目安っていうのは、生で測った状態で 30g ですね。それを、加熱したりとか、まあ、生で、
サラダとして食べたりとかジュースにしてた、摂取するとか、飲むとかして、するのがまあ最低限の量だったりとか目安っていう部分ですね、その後も量の話出てくるんですけども、現実的に、考えられる限りの大量の量取ったとしても、そこまで体に影響はないので 30g っていうのは目安とは言いつつ最低限と思ってもいいぐらい、摂取してもいいです。それほど体にもいいです。で、体質に関係なく利用できますと。で、お腹のですね、張る人とか下痢の方にはやっぱり、効果が期待できますよと。調子が良くなる、予防できるっていう、まあ、ことが期待できますよってことですね。で、次、カロテンについて、3個ぐらいあるんですけども、これ一気にいきたいと思います。流通の多い野菜の中ではカロテン量はですね、ダントツに多いということですね。で、ベータカロテンは体内でビタミン A に変わると。で、カロテンは、活性酸素を抑制してくれると。活性酸素から体を守ってくれるということですね。流通量が多い野菜の中では本当にカロテン量はダントツに多くてですね、これじゃあカロテン量は何かっていう と、まあ、体内でビタミン A にも変わるってあるんですけども、まあ、免疫力が高くなったりとか、もちろん、癌とか動脈硬化、心臓病とかっていう、まあ、生活習慣病に、対しての、かなり薬効効能っていうのが期待できる成分の一つということですね。で、このカロテンに注目して、いろんな食べ合わせこの後も紹介しますけどすると、かなりやっぱり体に、いいです。活性酸素から守るような効果も、非常に期待できるような食べ合わせとかもあるので、まあ、引き続き見てみてください。で、リコピンっていうものも、多くですね、強く、影響してきますと、含まれてますよってことですね。で、これも同じく抗酸化作用ですねが、期待でき、抗酸化作用があってですね、粘膜を正常に、保ってくれると。要は目とか鼻とか、皮膚ですね、を正常に保ってくれるということで、まあ、美肌とかこの後出てきます美髪効果とかいうのが、期待できますよってことですね。で、 GI 値が高いので、糖尿病の方はちょっとみたいな、記述があるんですけれども、まあ、GI 値っていうのはこれグリミックインデックス値って言いまして、まあ、グリードアイランドじゃないですね、グリミックインデックス値ですねと言いまして、というのは、まあ、食品を摂取して、それが体内で、ね、吸収される率の、指標を示したものの値でして、まあ、例えば人参を食べますと、で、摂取してから2時間以内にどれだけその人参の中の糖分っていうのが体の中に、浸透しやすいかとか吸収率が高いかっていうような話なんですね。で、その吸収率が高いと、まあ、GI 値が高いと。で、そうすると例えば2型糖尿病の方とか肥満の方、過体重の方とかに、おすすめしませんよっていうような話なんですけれども、この GI 値ですね、こういうような糖尿病の方は、あんまりちょっと人参は GI 値が高いので、あまりおすすめしませんみたいな記述があるんですけども、これは一つの説と言われてます。説っていうぐらいなので、最近の言葉で言うとですね、エビデンスっていうものが低い、なので、まあ、これはちょっと信憑性が低いんじゃないかということで最近見直されているということなので、先ほども言ったみたいに1日 30g、 これは最低ラインとして見てもいいかもしれないってぐらいですね、本当に信じられないぐらいの量を1日に食べたりとか、信じられないぐらいの量を毎日食べて、それを数年間、10年間、数十年間続けるっていうようなことをしない限りは、まあ、体にそこまで影響はないんじゃないかって、言われていますので、まあ、気にせず、食べてみてくださいということですね。で、体質に関係なく利用できってさっきも言いましたけども、本当にいろんな方気にせず食べれる、食べても全然体に影響ないと、むしろ食べた方が健康にいいって言われてるぐらいなので、ぜひ食べてくださいということですね。で、民間療法で、口内炎や扁桃腺の、予防とか炎症に効くって言われてるような、民間療法がありますと、っていうのはですね、
今回は葉っぱとか茎ですね、これを細かく刻んで、まあ、30g ぐらいですね、細かく刻んで 600cc600ml のですね水に入れると。でそれを半分まで、煮詰める、あ要は 300cc まで煮詰めると。でそれを冷ますと。で冷ましたその液体でうがいとかすると、この口内炎とか扁桃腺の炎症に効きますよって言われてたりとか、お風呂に入れて入るみたいな民間療法があるらしいです。ので、まあ、人参買った時に、葉っぱとか茎とかついてきてる場合ですね、ちょっと試してみるのも面白いかなと思います。はい、で次ですね、同じく、効能薬効への期待、のですね、まあ、食べ合わせの話です。今回はで前回も言ったみたいに、まあ、まず前提としてカロテンはですね、脂溶性ですので油と油脂分と一緒に、摂取した方がいいですよってことで、まず、人参と一緒にですね、玉ねぎ、わかめ、セロリ、豆腐、これらをですね一緒に摂ると、風邪とか糖尿病、美髪ですね、あと肥満予防にいいですよ、効果が期待できますよってことですね。もうこの要は香味野菜と言われる玉ねぎ、人参、セロリ、ニンニクとかっていうのは西洋料理ではもうマストな、野菜ですので、煮込み料理に使ったりとかですね、ソースに使ったりとか、非常にこう普段から使っているもので摂取するものですので、本当にイタリア料理、フランス料理、ちょっとね、作るときにソフリットとか、言われるものを作るのがちょっとめんどくさいなって思ったりするかもしれないんですけども、これ味だけのためじゃなくてかなり健康にもいいですよっていうことで、まあちょっと時間ある時はソフリットを作って煮込み料理とかしてみてくださいということですね。でがん老化防止、疲労回復にはですね、人参と一緒に、白菜、キャベツ、チンゲン菜、トマト、一緒に摂取すると、まあ、食べるといいですよってことですね。まあプラスもちろん油脂分ですね。まあ、本当にサラダで取るのが一番簡単かなっていうのとか、まあ、炒めたりするのもありなんですけれども、そういったところですね。で便秘、高血圧、肥満予防にはですね、人参プラスわかめ、ごぼう、たけのこ、こんにゃく、これ見ても分かるようにとりあえず食物繊維ですね、にも、かなり期待があるということで、人参も、肉質が、かなり緻密で、詰まってますので、まあ、ごぼうとかたけのこ、こんにゃく、わかめとこの食物繊維群とですね合わせてさらに摂ると、それの効果も、非常に発揮しやすいっていうことですね。白内障、緑内障ですね、視力低下にも人参とですね、ブロッコリー、ピーマン、かぼちゃ、小松菜、これ合わせると、効果があると、まあこれはやっぱり、リコピンの効果ですよね、先ほど言ったみたいに粘膜系に、やっぱ作用していいっていうのと、プラスやっぱりビタミン A ですね、カロテンから、体内に入るとビタミン A に変わるというところで、ブロッコリーとかですね、かぼちゃ、小松菜、ピーマン、この、ビタミンも非常に多いですので、ここはもうビタミン攻撃ですね。ここは食物繊維攻撃と、もうこれはもうカロテン攻撃ということで、まあ、同じかビタミン効果なんですけれども、まあ、いろんな、摂取の仕方で、いろんな効果が期待できて、さらにですね、その期待値も非常に高いということが、伺えるんじゃないかなと思います。で、最後特筆すべき食品成分ですね、まずカリウムです。これはですねナトリウムとか塩分ですね、まあ、要は塩分、体内に入った塩分をですね、排除したり、取り除いてくれたりとか抑制してくれるようなものですので、まあ簡単に言ったらですね、肌をですねきれいに保、正常に保ったりとか、まあ、むくみの防止とかっていうのもありますし、塩分を取るってことで、まあ、高血圧とかですね、に効果があるということで、カリウム、人参の中でももう本当ベータカロテンと同じぐらいですね、非常に特筆すべき成分として、量も入っているということですね。で次もうメインのカロテンですね、繰り返すようですけど強い、抗酸化作用、活性酸素の発生抑制と、除去、免疫力の向上ということ、非常にもうとりあえずもう体にいい、これだけ覚えておいてください、そうですね、それだけ覚えてください。で髪と皮膚の健康維持にもいいですよということで、美髪、美肌効果
にも非常にいいと。もう、まあ、特にやっぱり、女性、まあ、最近の意識の高い男性に本当に、まあ、意識して食べるとですね、やっぱりコンビニとか行ってサラダ買うときに多少なりとも人参が、入っているもの、より多いものを選んでみるとか、うん、やっぱそういうサンドイッチだったりもそうですよね。ちょっとそこに目は、配ってあげると、よりいいんじゃないかなと思います。でリコピン色素っていうのは、カロテン色素がカロテンの中の一種なんですけれども、これはですね、体内でビタミン A には変わらないんですね。先ほど言っていたこのカロテン、ベータカロテン、カロテンの中のベータカロテンとかっていうのは、ビタミン A に変わってビタミン A と同じような効果を発揮してくれるということなんですけれども、そのカロテンの中にはリコピンっていう、まあ聞いたことあると思います。トマトとかで、リコピン、リコペンとか言ったりするんですけれども、これは体内に入った時に、ビタミン A には変わらずリコピンのもともと持っている特性を発揮してくれるということですね。で、このリコピンっていうのはやはり東洋品種、金時人参、京人参と言われるようなあの色の濃い、赤色の濃いですね、ものに多く、より多く含まれていて、まあ、色素栄養の一つですので、とにかくそのリコピンもですね、生活習慣病とかに、非常に効果が期待できて、健康にいいということです。はい、ということで今回はこんな感じで結論とポイントに戻ります。薬効効能への期待が非常に高い、まあ、カリウム、リコピン、ベータカロテン、カロテンですね、あと食物繊維非常に多いです。で油脂分とともに、食べたり加熱しましょう、調理しましょうって言うんですけれども、これももちろん、カロテンですね、メインのカロテンを効率よく体の中に摂取してですね、より効果が高い状態で、期待できる状態で摂取し食事しましょうということですね。で3つ目、最後、カリウムとベータカロテン、とりあえずここですね、本当に、まあ、体の内側と、外から見た、外側皮膚とか表面上のものから、体の中まで、この2つでかなり、健康維持、カバー、予防、いろんなことを、してくれてますよということで、こんな感じです。まあ、少しでもこういう情報がね、頭に入っている状態で、コンビニに行ったりスーパー行ったりとか、料理してみたりするだけで、やっぱり健康維持予防ですね、には非常に効果があるんじゃないかなと思います。そういうところを意識してみるのも、まあ、普段の、食事で楽しい部分になってくるんじゃないかなと思います。ということで、次はちょいテクコーナーですね、ちょっと調理っぽいことをしています。でさっき言ったみたいにこの民間療法で出てきた葉とか茎の話なんですけど、葉っぱを今回は使いたいと思いますので、楽しみにしてみてください。ということで、はい、ちょいテクコーナーですね、今回葉っぱの利用ですね。葉っぱはですね、よく洗って、ください。でその後ですね、水気を切ったりするんですけども、まあ、ちぎってから水気切ってもいいです。今回、やるのは実際星付きレストランとか、まあ、僕も、実際公邸会食とかで、アクセントとして飾りとか、アペリティフとかとして使うような、パーツとしての、応用利用法ですね、この葉っぱで、人参の葉っぱのチップスを作っていきます。はい、まあ、これは非常に簡単で、まずですね、まあ、用意するものはこの葉っぱ と、まあ、ラップ、あとまあお皿、ちょっと大きめのお皿ですね、こういうお皿で、まあ、オリーブオイル、これだけですね。まず葉っぱをですね、お好みの大きさにちぎっていきます。こういうふうに大きくしてもいいですし、まあ、もうちょっとちっちゃくやっていってもいいです。こういうふうにちぎっていきます。はい、そしたらですね、こんな感じでちぎった後は水気を、取ってもらって、でこのお皿にちょっと、下あった方がいいです。くぼみ、ぴったりとラップをですねします。ぴったりこう突っ張るように
っ張るっていうのかな今パツパツに、まあ、ラップでカバーします。でそこにオリーブオイルをですね薄く塗っていきます。でこれはもちろんあのハケとかがあったらハケとかでやってもらっていいんですけど、全然あのスプーンで大丈夫ですので、これ薄くラップの上に塗っていきます。はい、でこれはですねやっぱりあの人参の葉っぱにもやっぱりビタミンがあって健康にもいいというお話はしてると思うんですけれども、やっぱり脂溶性のビタミンも多いので、やっぱりなんでしょうね、オリーブオイルで加熱するっていう点でも栄養価をうまく体に取り込めるんじゃないかなと思ってます。はい、でここにですね、この先ほど水気を切ったハッパを並べていくんですけれども、まあ、若干隙間を空けてもらって、で人参の葉っぱっていうのはこう結構こうくるっと丸まっているものが多いんで、こう裏返して押し付けるようにしても、やりやすいです。でもちろんこれは人参の葉っぱだけじゃなくてパセリとかあのハーブ、まあ、こういう加熱にも耐えられると。もうとこれは並べてですね、あと上から再度ラップしますと、でその後にハーブの間をこうツンチョンチョンと穴を開けて、で先の行動までめちゃめちゃ喋ってますけども、こういう感じで並べていきますと、こんな感じで、はい、並べ終わりました。でまた上からぴったりラップします。でこの時なるべくこう空気が入らないようにしてもらえると後が楽ですね。でぴったりさせますと、でこの葉っぱの間に穴を開けて、まあ、加熱の途中にあの空気が出て真空状態になるようにですね、します。まあ、これは言ったらこうラップの間で、薄いオリーブオイルでですねレンジを電子レンジを使って、揚げる、フリッとするというようなイメージですね。はい、これで、あとは電子レンジでちょっと半透明にパリッとなるまで、加熱していくだけです。これはレンジはですね、あのご自宅のワット数によって違うと思うので、ちょっと様子見ながら1分、2分、3分、だいたい3分ちょいで、チップスできると思いますので、試してみてください。それではあのレンジに入れていきます。こう触ってですねパリッと、硬くてですね透明になってますね。これ今、まあ、ちょっと業務用なのかもしれないですけども1700ワットですね。これでもう1分だけでできましたね今回は。はい、出てきました。これもう触るとですね、パリパリになってるなっていうのが分かるんですね。あとまあよく見ていただければこう透明になってるなっていうのが若干、分かると思います。でこれですね、まああとはラップを外してやってるんでね、あとはラップは弱くなっちゃってるんですけども、これ上面をこう外していただいて、あとはこのペーパータオルに
移してっていう感じですね。もう持ってこうパリッとしてるのが分かると思います。こんな感じですね。でこれで油を切って、まあ、塩とかして飾りとして使えますよってことですね。はい、こんな感じです。でこれでまあ軽く押さえて油を切ると。でまあ、ちょっとこう使用してもらって、でこれでもう飾りとしてチップスとして使えると。料理に大丈夫かな。まあ、先ほども言ったみたいにこう人参の葉っぱだけじゃなくて、パセリとか、ハーブ、シソなんかでもできますね。シソなんかでも僕も、よくやったりするので、そういうのも面白いです。アペリティフにですね、お客さんが来た時とか、こういうちょちょっとね1分2分3分ぐらいできるので、ちょっと食卓をおしゃれにこういうのでしてみてください。はい、じゃあちょっと味見いただきます。うまっ。カプレーゼ風とフォアグラのムース、まあ飾りにはいいですね。サパンにこう似てるから、やっぱクリスマスの時期とかこういうのいいかもしれないですね。なるほどね、うん、何がだってね。ということで今回はちょいテクはこんな感じです。ぜひ使ってみてください。簡単なので。はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラプクシェンのパー。